ケント・エム・キースは、アメリカの行政官僚、講演家。ニューヨーク生まれ。ハーバード大学、オックスフォード大学で哲学と政治学、ワセ田大学で日本語を学び、ハワイ州立大学で法学博士号を取得。1979年により、ハワイ州の経済企画開発局の要職を歴任し、同局長として州政府の閣僚を務めた。 その後も、私立大学の学長、YMCA のリーダーなどを務める。1968年、当時ハーバード大学2年生在学中に、高校の生徒会のリーダーたちを激励すべく150回以上の講演を行う。代表作、逆説の十箇条は、その活動の一環として、自治活動のリーダーのために19歳の時に書いた小冊子、 リーダーシップの逆説十カ条の一部から初めて出版された。後に、それがマザー・テレサの目に触れて、彼女が感動し、カルカッタの孤児の家の壁にその言葉を書き留めた。ルシンダ・バーディ・編ンチョのマザー・テレサ・カタルに掲載され、マザー・テレサの言葉として世界中に広まった。ケント・エム・キース本人は、それを二十五年後に初めて知った。長い年月をかけて、 今日に至るまで、区伝で、写しで、インターネットで、本人の知らない間にゆっくりと広まり、世界中で愛される格言となっている。米ニューヨークタイムズ氏も、その出版までの不思議な経緯と格言の価値を一面で、報じた。人は不合理で、わからずやで、わがままな存在だ。それでも、なお、人を愛しなさい。何か良いことをすれば、 隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。それでもなお、良いことをしなさい。成功すれば嘘の友達と本物の敵を得ることになる。それでもなお、成功しなさい。今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。それでもなお、良いことをしなさい。正直で率直なあり方はあなたを無防備にするだろう。それでもなお、正直で率直なあなたでいなさい。 最大の考えを持った最も大きな男女は最小の心を持った最も小さな男女によって撃ち落とされるかもしれない。それでもなお大きな考えを持ちなさい。人は弱者をひいきにはするが勝者の後にしかついていかない。それでもなお弱者のために戦いなさい。何年もかけて気づいたものが人よにして崩れ去るかもしれない。それでもなお気づきあげなさい。 人が本当に助けを必要としていても、実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。それでも、なお、人を助けなさい。世界のために最善を尽くしても、その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。それでも、なお、世界のために最善を尽くしなさい。ありがとうございます。